アビ5701から5706系の制御車の AT57801 号車と GE4-43647 号機による試運転列車ダボスドルフ駅2018年アビ5701から5706系の中間車の b 5 7七0 3号車さんもリッツ駅2017年 レーティッシュ鉄道アビ5701から5706系客車は、スイスのレーティッシュ鉄道の本線系統で使用される、山岳鉄道用客車である。スイスの鉄道では、1990年代以降、低照式の客車や、電車の導入により、バリアフリー化が推進されており、レーテッシュ鉄道でも1999年製の BDT1751 から1758、 軽部分定常式制御客車の導入によって一部列車のバリアフリー化及び終端駅での機関車付け替え作業の省略による効率化を図ってきたが、引き続き近い将来代替が必要となる旧型の機材による運行が主体となっていた。そのため、2007年にはさらにバリアフリー化や冷房化などのサービス工場と運行の効率化を図り、 旧型の機材を代替するための4ステップからなる長期計画が以下の通り策定されている。本形式はこの計画の第3ステップ用の機材として計画されたもので、2009年に計画の具体化と資金調達化との決定がなされ、翌2010年1月に競争入札の手続きが開始されて7社に提案依頼書を提示し、 うち4社から提案を受けて検討がなされ、スイスのシュタトラーが発注先に決定して、連邦政府及びグラウビュン電州からの資金供与の承認が得られた後、12月20日には12400万、スイスフランで6両7編成を導入する契約が締結されている。2012年10月に安全認証が承認された時点での設計要件は以下の通りであった。 その後2013年10月には、制御客車の追加をはじめとする設計変更がなされ、以下の通りの概要となっている。本形式は2014年11月に製造が開始され、最初の1編成の制御客車を除く6両が2015年12月3から4日に、ラントクアルトからレーキッシュ鉄道に搬入され、各種試験の後に2016年12月11日の、 ダイヤ改正より2編成が制御客車なしの6両編成での運用を開始し、翌2017年夏までに全6編成が制御客車なしでの運用を開始している。また、遅れて発注された制御客車の A と578型は、最初の1両が2015年12月2日に入選した後に遠隔制御をする GE4-43 型及び ABE8。 123501から3515型との試運転を実施し、2017年末より全編成が制御客車を含む7両編成での運行を開始している。本形式の設計を担当した下ドラーレールは第1ステップで導入されたアベ8 123501から3515型と第2ステップで導入されたアベ4 163101から3105系の製造を担当したメーカーであり、本形式の基本構造や、車体内外のデザインは2機種をベースとしたもので、同社のテーラーメイドシリーズ客車の1機種となっている。また、第1ステップの a b 八8 123501から3515型と、第2ステップの a b 四4 163101から3105型は、 レーティッシュ鉄道沿線で使用されているロマン誌語で、こんにちは、ようこそなどを意味する、アレグラの名称が付けられているが、本形式は運用される、アルブラ線の由来となっているアルブラ川及びその、流域のアルブラ渓谷周辺の地域名である、アルブラの名称が付けられているほか、アルブラ線用の固定編成列車を表すワルバー、グリダーすぐとも故障されている。本形式の各編成は、 二等、展望車のバイ576系、二等車の B573 型、B574 型、B577 型、一等、二等車の AB572 系、一等車の A570 系、一等制御車の AT578 系制御客車で構成される七両編成となっており、各車の形式名のうち、記号の A は一等室、B は二等室、 愛は多用都室、トンは、運転室を、数字の100位の5は、客車、10位の7は、固定編成、1位のうち8は、制御客車をそれぞれ示すもので、形式名に続いて2桁で、個別の車号が記される。各編成には、アビ5701からアビ5706までの、編成番号が付与されており、編成番号と各社の基盤は、以下の通りとなっている。 なお、AT578 型は導入当初 A と578型と称していたが、2018年5月1日に AT578 型に形式変更されている。また、各編成の製造年月日は以下の通り、AT578 型と同型の制御車である BT528 系全室に当室で、車体塗装は一般客車と同一となっている。 2018年、ありがとうございます。